結局フラフラですけど大丈夫？お、またここからか。遅かったか。いいんじゃねえのはどうなるの？何？あれは何だったに？え、いいんじゃねえの、またなんか強化して復活とかない？そんなの決まってるじゃない、 UFO だよ UFO。 まさか本物の UFO を見られるだなんて、私は超感動であります。あれ、てか次の第9章なんちゃらなんちゃらみたいななかったことない、予告で終わったよね。しかしあの UFO 一体何だったんでしょう。何これ、後日談とかじゃないよね。あの大男を吸い込んでいったけど、何がしたいにやらさっぱりだに。結局これ8章はまだ終わってないの？もうあの UFO を見ることはできないのかな。そりゃあもうお手上げでしょうね。なんたってあの UFO の手がかりは全部なくなっちゃったんですから。手がかりならある。はい、あります、ありますとも。って、え？おお、来た。俺は冬にゃん。ふ、冬にゃん？あれやろ、あれやろ、デカにゃん。おお、今からか。第9章、ヒーロー集結、ニューヨーマシティを守れ。ヒーロー集結。妖怪ワールドにもあの UFO が？ねえ、デカニャンが痩せたけんってなんでこんなしぼむん？デカさも全然違うくない？ああ、ついさっきからたくさんの目撃情報が上がっている。それもすべて、妖怪ワールドのある町に集中してな。ある町？それってどこなんです？妖怪ワールドの大都市、ニューヨーマシティだ。ふん。あの UFO が何らかの形で妖怪と関係しているのは予想していたが、まさかあの町に現れるとはな。あの UFO について、俺はどうも嫌な予感がするんだ。そしたら、お知らせってある人間界でも同じ UFO の事件が起きていると知って、ケイタに知らせようとここまで来たんだが、みんなお知らせったシオンやね。ふにゃんちわっち。いやー、それにしてもすっかり痩せちゃいましたな。まさかアユナまでいるとはな。あー、そっかそっか、ケイタの方じゃなかったんか、アユナの方か。ふにゃんってアユナさんと知り合いなの？まあちょっといろいろありましてね、元はこんなかっこよくなかったもんね。でも俺っちたちがここにいることよくわかったにゃんね。そういえば、まずい。とにかく今は緊急事態なんだ。ここは飲み込んでくれ。何何、察しろと。あ、わかったにゃん。緊急事態ってどういうこと？この新聞を見てくれ。なんですかこれは。どうやらあの UFO の怪光線を浴びた者はクロフト妖怪に姿を変えられて UFO の言いなりになってしまうらしい。しかもこの現象は妖怪ワールド中で起きている。何あれ、なんかいいんじゃねえのみたいな感じになるってこと？つまりこのまま UFO を放っておくと世界が黒服だらけになってしまうんだ。何その世界、絶対嫌やん。ね、あの横の写真さ、うんちくまかな。そんな、だったら急いで UFO を止めに行かないと。でもニューヨーマなんちゃらってとこまでどうやって行くんです？それだったら心配ない、私にいいアイデアがある。まずはヨックル社へ急ごう。あそこからニューヨーマシティへ向かうんだ。今度こそ UFO の謎を突き止めてやるぜ。おお、まだおったんかい。マルダ、あの子たちなんか少し変じゃない？まるで私たちには見えていない誰かと話しているような。って、やっぱりそう見えるんよね。実に興味深い。ってことはここの宿のあのおばさんたちにもそう見えてるってことやろ？だがそれよりも気になるのは彼らの会話の内容だ。何度も出てきている UFO という単語、これはつまり、つまり何？めっちゃ賑やかやけどした。んで、まあその、よっぽるしゃいかんといかんわけだけども、とりあえずあれをね、深夜のスーパーでミスターさんに会おうか。
ちょっと一旦。こっちこっち。え、待って。ああ、あっとんか。あっとんか。びっくりした。そうそう、ミスターさん、ミスターさん。なんかあっこに人がおったけど何やったんやろ。あ、こっちこっち。え、ってかさ、夜中のモーシンデルマートって本当、ゾンビいないの？いるよね。襲われない？大丈夫？その辺。なんもおらん。あれ？いや、おるわ。てか結局さ、あのイベントでさ、店長とは和解したはずやのに、ゾンビは敵としているの。もうやめようよ。ほら。邪魔だよ。もうめっちゃおるやん、ゾンビ。よし。ミスターさんってどんなやつやろ？え？これミスターさん。待って、向こうになんかさ、妖怪おらん？あー、店長や。店長や。これミスターさん？お客様、ここはバックヤードですよ。これから掃除をするところですので、用がなければ外に出ていただけると。ミスターってまさか、ゾンビ？はい、私がミスターでございます。どうされましたか？ヨッチャーに言われて酔い止めキャンディーをもらいに来たんだ。ああ、はいはい。あのキャンディーですね。こちらです。どうぞ。酔い止めキャンディーを手に入れた。かわいい見た目。ね。あ、お代は結構です。また今度ヨッチャーさんからいただいておきます。あ、マジか。ありがとう。それではこのキャンディーをヨッチャーに届けに行きましょう。よーし、ゴーゴー。ミスターさん、もうちょっとなんか、別の、いや、他のゾンビたちと区別されとんかと思ったら、めっちゃ普通にゾンビやったね。もっとさ、こういうなんかストーリーに関係のあるようなやつは、見た目違うもんじゃないの。じゃあ、この後、あ、あれだ。誰やっけ？こんな時間までご苦労様です。雲外鏡を使って、ワープワープ。雲外、あ、あった。雲外鏡をおったおった。へいへい。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープしますか。ほい。んで、ウォルナービレッジへ、ワープします。よっちゃんは無事かしら。無事かしら。まだあの場所におるんかな。あ、もうちゃんと綺麗になっとるね。さすがに。あ、そっか、あっち側か。ってことは、ポニー。よし、行くよ、ポニー。ゴーゴー。そっか、あっちの方やんね。UFO でたどり着いた先や。UFO じゃねえわ、ヘリコプター。お、着いた着いた。よっちゃー。よっちゃー大丈夫？持ってきたよ。ん？おお、それは酔い止めキャンディー。持ってきてくれたのか？酔い止めキャンディーを手渡した。これで安心してヘリに乗れるね。おう。ありがとよ。そうだ、助けてもらった礼に友達になってやるよ。おお、マジか。よっちゃんと友達になった。よっちゃんニックネームはつけません。よっちゃんの情報を妖怪大辞典に登録した。いやー、大丈夫かい？酔い止めキャンディーを飲んだら多少マシになるのかね。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。今後はランディングポイントで呼び出してくれればヘリですぐに駆けつけるからよ。よっちゃーヘリでフラフラフライト。ヘリの乗り降りはランディングポイントで A ボタンを押すだけだ。ランディングポイントはいろんな場所で発見できるみたいだぞ。新しいランディングポイントでは新しい出会いも待ってるかもな。おお、何それ。
ただ俺すぐ酔っちまうんだよな。それまでにちゃんと酔い止めキャンディーのさ、予備を持っといてよ。酔い止めキャンディーを取ってくれたら減り酔いも収まるんだけどよ、時間が経つとまた酔っちまうんだな。だから定期的にキャンディーくれよ。頼もしいですね。それじゃあ俺は行くぜ。マジでありがとうよ。まあこれからヘリが使えるようになったわけだ。やったね。いろんなところにあのランディングポイントっていうのがあるわけ。よし、酔い止めキャンディーもあるし、これでバッチリ行けそうだ。お、さっきまでよりなんかちょっとすっきりした見た目になったね。よっちゃえヘリ、ゴー。結局フラフラですけど大丈夫？それは酔うよ。ダメなんじゃねえか。クエスト、乗り物酔うでしょう。バッチリ解決。おお、びっくりした。そこに、ここにすでに。じゃあこれ乗っていこっか。ヘリコプターに乗ります。世界の果てまで行ってみよっちゃー。おお、来るよ。来ないで。怖いよー。あ、これでさ、ここの上とか。おお、来るよ。おお、行ける行ける。この先は行けないのか。おー、来るよ。吐かないで吐かないで。空は気持ちがいいだろう。どうだい気分は。こんなに揺れなきゃ最高にゃんね。うっ、なぜそんなに揺れるんだよ。よっちゃんしっかりして。おー、来るよ。これはどうなんだろう。ポニーの方が早いのかしら。大丈夫、ダメだ、大丈夫、ダメだ。これはさ、ランニングポイントでしか降りれんってことか。じゃあさっきのやつとかさ、ねえ、さっきの宝箱とか全然取れんやん、結局。ちょっと、しっかり、しっかりして、はい。地上に降ります。お疲れー、うお疲れよっちゃー。よし。じゃあストーリーを進めていこう。USA の時計からヨップル社へ。お、なになになに、ここ、お、いろんなところにあるランディングポイント。本当に、え、いろんなとこにありすぎじゃね。いろんなとこにありすぎじゃね。どういうこと。ほら、ここにも。にゃーん、楽しみにゃん。で、なに、この雑貨屋の、おお、雑貨屋の上にも下ろして。ここに宝箱ある。乗り心地はどうだ。なかなかだっただろう。あ、待って待って、全然なかなかじゃねえよ。爆音クラクションを手に入れた。きっとこういう取りにくい場所にあるやつはいいものな気がする。世界の果てまで行ってみよっちゃ。あ、あれ雨やない。ほらほら、キャンディー美味しそうだにゃ。お、急にスイスイ動くようになった。外見てよ。うん、外見て、外見てな。え、無理とか言わないで。てかちょっとあの降りたいんですけど。酔いが戻ってくることをお知らせしまうっぷじゃねえよ。じゃとりあえず、とりあえず、はい、地上に降りよ。あー、ちょっと下ろして下ろして。いや、ちょっとあの暴走しないで。はい、そこ。いや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 。はい。大きな揺れにご注意、下ろしてください。はい、オッケー。はい、お疲れ。ああいう感じでなんか、お、新しいお知らせを受信？ああいう感じでなんかね、飴を拾っていけば、とりあえずは持つらしい。妖怪お知らせた。あ、これがニュー？お悩みか。まあ、とりあえずは、ストーリーを進めていくから、ダンシングスターを手に入れた。こういう街中にもいっぱいあるんやね、ランニングポイント。よし。じゃあ、鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープします。そして、
ボブ。ボブの時計屋近く。ワープします。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。